こんにちは、荒木和弘です。キム・ジョンウンの性格はどんな人間か、性格悪いですよね、当然。まあ兄弟ともに悪いみたいです。兄ちゃんはちょっとこう若干そのああいう毒々しいとかないみたいなんですけども、キム・ジョンウンとヨジョンというのはまあかなりですね、いろいろ問題がある。しかし問題があっても誰も指摘することはもちろんできません。指摘すればですね、当然命はないわけですから、誰もそれについて文句を言わない。で、キム・ジョンウン、これ前にも言ったことあるんですけどね、キム・ジョンウンが、かつてスイスで、留学をしていた時がありました。国際学校に通っていた、だから西側のことを知ってるから、やっぱりこう解明的な指導者になるんじゃないか、キム・ジョンウンが就任した頃ちょっとした期待が、ありました。これはまあ国際的にもあったし、どうも国内でもあったらしいです。しかしもっとひどくなっちゃった、ということですね。で、キム・ジョンウンというのはですね、キム・イソンはパルチザンで、ゲリラの部隊にいたと。だからまあ仲間いるわけです。その革命第一世代というのはそういう人たちで、キム・ジョンイルは、あとはなんだかんだ言いながら一応金日成総合大学に行っていて、その時の同級生だとかですね、そういう友達がいる。でキム・ジョンウンというのはですね、いないんだそうです。どういうことかっていうと、もう子供の時は密封教育をしてですね、学校には通ってない。でそれからスイスに行ってしまったと。でスイスでもどうも友達とかなかったみたいです、あんまり。で本人が精神的にものすごい不安な状態になってしまったということなんだそうです。でしかしそれをですね、誰も止められない。でヒョン・ソンウォルという、キム・ジョンウンよりはもうちょっと5、6歳かな、6、7歳か、年上の、人民軍の歌手ですね、この人がスイスまで行って、なだめる役をどうもやったんじゃないかというふうに言われています。で、一説には、その時に子供ができて、それが、キム・ジョンウンの長男、本当の長男だというような話もあります。で、さてそれはともかくとして、この人は就任するときですね、どういう状態だったのか。キム・ジョンイルが脳血管障害、脳梗塞じゃないかと思うんですけども、くも膜下ではないと思うんですけどね、ともかく倒れる。で、右半身が効かなくなるという状態の中で、これはもうあんまり時間が残ってないということで、慌てて後継者を決めていった。最初は兄貴のジョン・チョルという話の方が有力でしたけども、ジョンウンの方が政治家に向いてるんじゃないかと。兄ちゃんの方はですね、エリック・クラプトンのコンサートを聴きにイギリスまで行くというような、人物なんで、あんまり政治的なことには関心がない。で、多少乱暴な弟の方がですね、いいんじゃないかということで、一応指名はしたということですけども、時間的にもうあんまりなかった。いわゆる帝王学みたいなものをですね、教えてる時間がない。で、父親は体調悪くしている。で、デビューを、させるということになってもですね、いろんなトラブルがどうもあったようです。で、それでももう決めてしまったからどうしようもない。でただキム・イルソンとキム・ジョン・イルの後継の時も、あれなんかもう20年間後継者だったわけですけどね、それでも最後は結局喧嘩して、そして父親をですね、キム・ジョン・イルが死に追いやるということだったようです。でキム・ジョン・イル自身の死については諸説あるんですね、実は。で亡くなった時にですね、自分の長女これは表には出てこない人ですけども、その家で亡くなったという説と、それから、そのいわゆる公式的には、地方に視察に行く列車の中で亡くなったという説があるんですけども、全くそのまともな治療をさせなかった、という話があって、これはだとするとキム・イルソンとキム・ジョンイルの関係と同じということになります。いずれにしてもキム・ジョンイル自身がですね、これ息子にしちゃったのはまずかったとどうも後で感じたんじゃないかというような話が
あります。で、金正恩の死んだ日にちが、実は数日遅らされていて、その理由というのは、その間にまたこう政情不安、クーデターとか起きる可能性があったからではないだろうかという話なんですね。いろんな本当諸説あります。でも少なくともまともに金正日が金正恩との関係の中で落ち着いた状態で亡くなったってことは、これも絶対ありえないです。やはりそこにさまざまなストレスがかかっていたということは間違いないですね。金正日だってですね、70歳ですからね、公式の年齢で69歳、実際70歳、だったわけで、そんな簡単にですね、あれだけ一番北朝鮮でいい医療を受けている人間がですね、死ぬような年齢じゃないですよね。やはりすごいストレスがおそらくあったんだろうと。そしてやはりそれにはかなり息子との間のストレスもあったのではないだろうかという感じがいたします。で、そういう中で年末からの会議で、前の、外務大臣、李永浩とかですね、それからもう一人、軍のトップだったパク・ジョンチョンとか、ああいうのを、粛清していくということをやっているわけで、これも普通の状態ではないです。だからこれはですね、どうするべきか。この状態の北朝鮮が落ち着くのを待ってたって落ち着くわけないですから、こちら側から向こうがどうなのかというのをですね、情報を探るためにはこっちからのメッセージを発信していかなきゃいけないです。こちら側のメッセージ発信して、それに向こうが答えを何か出してくれば、これはもう潮風の妨害電波みたいなもので、向こうの状況が分かってくるということだと思います。あるいはうまくいけば向こうの中に亀裂を入れることもできる、それをしていくのが必要じゃないかと。ともかくまともな性格の人間でないということをもう一回我々、素朴にですね、認識をすべきだと思います。今日もありがとうございました。